にちは、おねねです。今回は 7.0 新株で小説家の部屋を作っていきたいと思います。今回使う新株はこちらのスロッピーチェアです。椅子の上にね、いろいろなものが置かれていたり、カバンが乗っていたりする、そんなおしゃれな家具になります。これを使って、小説家の部屋を作っていきます。では作っていきましょう。まず最初にマーブルパーティションを出します。マーブルパーティションにシンプルアーチウィンドウを2つくっつけます。こんな感じで適当でいいです。そしてマーブルアーチパーティションにウッドビームをつけます。これは仮でつけておきます。マジックランドスケープウルズの泉をこの前に置きます。こんな感じで光が漏れてる状態になれば OK ですね。ここにポータルドパーティションをつけます。パンプキンオレンジで染めてあります。はい、こんな感じで、上の白い部分は見えないようにこうします。ブックシェルフを出します。ホールブックシェルフをこのようにキキ部分がウッドビームで隠れるようにして出します。ホールブックシェルフの後ろにぴったり重なるようにホワイトパーティションを置きます。ホールブックシェルフは天井まで届かないのでホワイトパーティションを置きます。はい、こんな感じですね。そしてもう一枚ホワイトパーティションをジグザグにするように置きます。こんな感じです。そしてホールブックシェルフをここにこんな感じでクラウドピラーを置きます。さらにホールブックシェルフをこちらにこういう感じでまたジグザグになるように置きます。ホワイトパーティションをその真後ろに来るようにして置きます。はい、これでお部屋の原型はできてきました。左右にラノシアンパーティションを置きます。自由でいいです。今回の主役スロッピーチェアを柱の前に置きます。あとはもうこれでデコっていくだけになります。クラシックテーブルランプを置きます。なのでこの机に置くものとかも皆さんの自由で大丈夫です。プランターウォールシェルフをここに置いて、これも好きなものを置いて構わないです。山積みの用紙をこちらに置きます。それからアロカシアの鉢植えをここに埋まってる感じで、埋まってるとねごちゃごちゃに見えるので置きます。それから崩れた蔵書、小説家の人なので、参考にしている図書があるのでしょう。崩れた蔵書を置いて、
山積みの書類を置きます。これでね、書いた小説がここに積み上がっているという感じにするといいんじゃないかなと思います。あとそうだ、忘れてました。グリーンパーティションをこの後ろにこのように出します。読みかけの書物なんかも置いたりするといいですよね。素焼きの壺を置きます。壺はね、なんか置いておくとなんとなく間が持つんですよね。なので壺おすすめです。皆さんどうですか、素焼きの壺。ハウジングスキルが上がるかもしれないんで、ぜひ購入してみてください。怪しい壺かもしれない。シルフラワーの鉢植えも置いて、最後に仕上げとしてシュラウドフリンジドラグを置きます。でこれまっすぐ置くと整頓された印象になってしまうの でこんな感じで斜めにして置いて完成になります。はい、これで、パステル3がおすすめなんですが、こんな感じに仕上がりました。やっています。よかったら入ってみてください。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは、今後も、ハウジング、簡単な、ね、ハウジング動画を紹介していきたいと思います。